こちら、クーラーが効かないさんからいただきました。大変だ、熱中症だよ、これ早く修理した方がいい。クーラー効かない、暑さが大変、これ今年の夏は耐えられないよ、クーラー効かなかったら。太田さん、暑さどうですか、強いですか、弱いですか。暑さどっちかっていうと、まあ別に弱強くもないけど。好きですか嫌いですか。あの寒さよりは耐えられる。ああ、そうですか、寒さは上切りゃなんとかなる、暑さは脱いでもなんともならない。寒がりだから。あ、寒がりですか。だからもうあのみんな冷房効きすぎてじゃん、テレビ局。確かに機材すぐ開けちゃうんだね、って、機材みんな暑い暑い暑いっつって、クーラーが効かないさんです、デララバートークライブ当選しました、楽しみです昨日もラジオでなんか当選したっていう人来たよ、メールが来てましたね、で、なんか太田さんと不思議発見クラッシャーの石井、ああ聞いた聞いた、まあ、聞いてまんがな、それは。ありがたいね、聞いてくれるの。フィニッシャーでしたか。フィニッシャー、フィニッシャークラッシャーかフィニッシャーか、ね、あ、どうなのチケットは。で、完売したんですか。あの、あと数枚、数枚ほんともうほぼ完売、450、それ、キャパは458枚なんですけど、なんかあの数枚っていう時は大体売れ残ってる。いやいや、ほんと数枚、なんかあのまだ入金まで、はい、しないと、あのなんか、あ、予約か、予約で、予約があれなんですけど、入金があれなんで、まだそのなんすかね、その戻っちゃう、キャンセルみたいになっちゃうんで、完売とは言えない、はい、何シュドロ戻るかってあと数枚、あと数枚、ほんと出だしこのシュドロ、出だしよかった、1日で200、300ぐらい200大したことないよ、シュドロ200だよ、お前それ見てみよう、太田さんやね。そうですね、太田さん速乾だろ、普通の速乾やね、太田もん速乾です、ね、さあ、え、で、徐々に言って、まだ数枚数枚数枚です、本当に情けない。この方は、最近海外のオーディション番組で日本の芸人がブレイクすることが多いです、ね、多いね。とにかく明るい安村、チョコープラ、最近だとシューマッハが、シューマッハすごかったね、アメリカズゴッドタレントでゴールデンブザー獲得、太田さんは芸人の海外進出が増えていることをどう見てますか。いやー、喜ばしいというかね、すごいなーと尊敬してますよ、僕は。海外で、うん、なんか日本の笑いと海外の笑いって違うんですか、どうなんですかね、なんか海外は。まあだから基本的にはそれぞれやっぱりお笑いって一番主観じゃないですか、特にこの国柄っていうのがね、はいはい、イギリスとアメリカも違うし、そういう意味で言うと笑いのツボって全部違うから、ね、だけどシューマッハのネタなんかはもうパッと見て面白い、はい、まあ安村もそうですけど、あ、やっぱり言葉っていうよりもワンフレーズ、ワンフレーズっていうよりも見て面白いっていうさ、だって安村なんかもう完全にほらそういう裸でさ、裸に見えるっていうので、はい、安心してくださいっていうさ、とにかくって言われてるらしいからね、外国で。とにかく。とにかく。I'm wearing pants! これがドーンでしょ？だからね、あのシューマッハっていうのは、僕らがもう何年、5、6年前やってた、爆問学園っていうね、若手を、だからね、今から考えればその番組はね、はい、新しかったんですよ。何やってたの？まだ YouTube とかこんな普及する前に、はい、若手何十組集まって、はい、で俺が学校の校長の役で、田中生徒なんだけど、でテレビ朝日でね、深夜、はい、若手に2分ぐらいの V をそれぞれ作ってもらって、おお、まだ YouTube とかない時、そうで、それでこうそれをあの順ランキングで発表して、スタジオで俺が発表していくっていうやつやってたの、シューマッハそこ出てて、あの馬のネタとかさ、はい、もうめちゃくちゃ面白かったの、で実はそこにはあのウエスピーって知らない、今世界ですごいあれなんだよ、あの世界で売れてる日本人、うん、はい、あのこの腹に乗せたのキュッてこうあのピンってやってピッて食べるとかさ、その手のことあんじゃん、はいはい、あのウエスピーってやつもそういう短いあれで出てたり、はい、あとねあの3人組のね、今もう YouTube ですごい人気の、誰やろ、上原、わかる、あれなんだっけ、あのほら3人組のさすごい人気のやついいじゃん、3人組のさ、変なさ、あの外国で頑張ってる、いや、あの YouTube ものすごい YouTube 人気あるの、YouTube とかだと世界の人が見られるんで、そうそう、ね、でそういうのも出てたり、はい、
先取りでやってた。結構だからあの番組早かったなと思って、俺今思えば。確かに、うん、あの今だとね、そこに A マッソとか浜子インターとか出てたんですか。うん、みんな出てたもん。ああ、それ今みんなものすごいことになって。はい。でやっぱりそういう人たちってその6年7年前からやっぱり何か面白かった。面白かった。その V を俺が事前にチェックして、そのコメントを全部本番でスタジオでやるっていうのをやってた、まあ、結局そんなことやらずに俺が暴れてただけなんだけど、スタジオはだけどすごい面白かった。だからもう世界です、世界ですよ。だからこの間も R1 グランプリの戦う前に太田さんどなたに注目してますか言ったら、太田さんが3連単で当てたんだ。だから太田さんがこの人いける言った人は大体いけるという確信に変わったんですよ、ですね、私は、ね、うん、ということは今俺はドリカムを最初に見つけたの俺ですからね。ほんまですか。本当ですよ。まだみんなドリカムね、田中とかみんな知らない時に、ドリカムってすごいんだよ。そうですか。そうなのっつって、俺ベスト買ったもんって、ベスト出てんじゃねえかよみたいな。売れたからベスト出てんねえ。そんなに言ったら僕、や最初に広末涼子さんの美しさ見に行った僕です。違うわ、全然違うわ。もう雑誌じゃねえかそれ。雑誌で見てこの人はいけると思ったんです。あと中学の時にコンビニ入ったら流れてる曲で、あこの曲絶対売れるって思ったのが菅さんの愛は勝つです。あこの曲絶対売れる。コンビニの優先で買った。もう売れてたんだよ。まあだから売れるんでしょうし、ね、そうだから売れるんでしょう。じゃあ、うん、なんか一組だけまだ世間に知られてないけど、俺今この人目つけて、俺でも最近若手との絡みがなくなっちゃっててね、そしたら3年後にブレイクしますから、そのあれなんですよ、よく分かんないですよ、うん、だって町浦ピンクさんも町浦ピンクね、この YouTube を見て喜んでくださってましたよ。 あ本当、うん、あの太田さんがね言ってくれて嬉しかったよみたいなことをおっしゃって、あったの、ね、なんかの別の番組で、あった、いや僕お会いはしてないんですけども、うん、はい、喜んではったと、この太田さんが言ってくれたことに喜んで、うん、あいやもうそれありがたいですよ。こっちがもう陣内さんもこの YouTube を知ってました。あの長野さんと現れたんですけど、そうなの、太田さんもなんかちょっと、あら陣内さんこの YouTube 見てる人いるんだね。いや、 いやこれがね太田さん芸人さん、どういうこと、業界あの視聴回数めっちゃ多い。なこれ全然俺手応えなくやってんだけど。手応えある。手応えあります。見てんだね。割とねネット記事にこれがなって、そっからのお客様が、うん、あそう、登録何人いんの今。登録1万人ぐらいです。ありえるこの有名人が。常に上限は我々1万人ぐらいです。TVer も1万人、ねね、YouTube も1万人。1万人なんだね。1万人でも考えてくださいよ。まあ大変なもんですよ。大変なことですよ。そりゃそうですよ、ね、いうことなんで、うん、はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。どうも Q です。いやそれは Q だろ。それは Q が Q って言ってどうすんだよ。おかしいだろ。今年も8月に我々の単独公演をさせていただくことになりました。いやそれはするだろう。単独毎年やってんだから今年もやるだろう。それおかしいだろう。今回のタイトルは第9回 Q 単独公演 Q でございます。Q ばっかだな。びっくりさせんなよ。 Q 多すぎるだろ。おかしいだろ。今年も、東京、大阪、名古屋の3都市でやらせていただきます。そこは Q じゃねえのかよ。 Q 来ると思うだろ。それみんなびっくりしてるだろ。おかしいだろ。そして公演数は東京2回、大阪1回、名古屋1回の全4公演でございます。いやおかしいだろ。おかしいだろ。おかしいだろ。詳しくはタイタンのホームページに載っておりますので、ぜひそちらをご覧ください。タイタンってなんだよ。みんな知ってるみたいに言うなよ。おかしいだろ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 。皆様のご来場心よりお待ちしております。いやそれは待つだろ。
おかしいだろ、おかしいだろ、おかしいだろ。すみませんね、変なやつ。